ース3から2ブルージェイズ現地時間8月17日、リグリーフィールド、シカゴカブスがブルージェイズにカード勝ち越し。鈴木誠也外野手、29、は3番、指名打者でフル出場するも、無安打に終わった。カブスは初回、1番イアン・ハップがブルージェイズ先発バッジットの第1球を右中間スタンドへ運び、22号先頭打者アーチで先制。5回裏にはマイケル・ブッシュの2点敵時3塁打で追加点を挙げ、3点リードで試合を折り返した。2度の雨天中断により、先発ジャスティン・スティールがわずか2イニングで降板となるも、以降ブルペン6投手がリードを死守。トレード期限前に、ブルージェイズから加入したネイト・ピアソンが2番手として2回、無失点に抑え、今季2勝目をマークした。2連勝を収めたカブスは61勝63敗、勝率4919を記録。カブスの試合終了時点でサナシで並ぶレッズ、カージナルスを勝率の差で上回り、6月12日以来、約2ヶ月ぶりにナショナルリーグ中地区2位に浮上。日時間19日のカード最終戦には、今永翔太の先発登板が予定されている。この試合の鈴木は3打数無安打、1四球、2三振という内容。今季成績は打率、263、オプス、804に低下した。